どうすればいいんだよーおい、高部マジかよ。ロッテファンにとって、超最悪なニュースが、えー、2本飛び込んでまいりました。えー、まず1つ目。えー、高部選手。怪我再発。えー、そして山口選手。 太もも損傷で2週間離脱なーにやってんだおい、優勝するんだよな。荻野いない、高部いない、山口いない。どうやって勝つのどうやって勝つんですかもう。 まず今年30本目標にして、チームの中でも一番ホームランを打つだろうと思われている山口選手が、2週間ではあるけれどもね、えちょっと離脱してしまう。そして、足の速い小木野選手、高部選手、出塁率の面でも、盗塁の面でも、守備の面でも、安打の面でも求められる2人が、去年小木高、小木米って言われてた2人が、どっちとも離脱している。どうやって勝つねん、これ。 え、というところで、高部選手と山口選手が、ま、あ新たにね、また離脱してしまったというところなんですけれども、あの、まず高部選手からちょっと話していきたいと思いますね。はい。え、まず、申し訳ありません。僕がフラグを立てました、先日。の先日僕、あの、俺、復帰まだっすかみたいなサムネのね、動画を出しまして、僕、大チャンネルの予想では、その高部選手、そろそろ上がってくるよ。そろそろ趣味なんかも守ってるから、一軍上がってくるよ。 二軍でも成績残してるし、っていう風うに言いまして。結果、怪我の再発。前治六週間から八週間。まあ確か、怪我の名前は、右健康課金の肉離れでしたかね。六週間から八週間。まあおそらく、前半戦はもう出れないでしょう。長。すいません。えー、高部選手。何してんすかそして、 高部選手の怪我を見ていたトレーナーの方。何してくれてんすかまあ、多分トレーナーの方だったりとかも、その高部選手の怪我の状況を見て、あ、そろそろ守れるなって思ってたから、守らせたと思うんですよね。まあ、再発するとももう誰でも思ってなかっただろうし。まあ、それは非常にね、このプレ野ヤの世界はいつ誰がどこで怪我するかなんてま、わからないですから。まあ、それはね、非常にしょうがないかなとは思うんですけども。まあ、その怪我のサポートをするのがトレーナーさんの仕事であって、そのまた再発してしまったっていうことは、 これちょっとやばいっすよね。まあ。 復帰を待つのみなんですけど我々はえー、というところで、ちょっと高部選手の怪我が悪化してしまったのか、まあ、再発っていうことなんですかね。まあ、再発してしまったということで、この事実は何にも変えられないというところがありますんで、もう一回ね、えー、しっかり治療してもらって、本当に万全の状態で帰ってきてくれること、はい、祈っております。現状、この高部選手がいない中でもね、その藤原選手だったりとかが出てきて、非常にいい戦いしてるんでね、それで今、首位なんで、もうこれでね、高部選手が戻ってきたら、もういよいよ、その、万全というか、もう完全体というか、千葉ロッテマリーンズの完全体というか、もう 本当にもう優勝に向けての準備が満タンになるんで、はい。本当に無理をせずにできるだけ早く、えー、帰ってきてほしいなというふうに思います。高部選手がちょっとあの僕に似てるっていうこともあって、えー、非常に心が痛いです。本当ね、一日も早い復帰をお祈りしております。 えー、そして一方の山口幸貴選手なんですけれども、太ももの損傷ということで、山口選手一個説があったじゃないですか。この開幕前にさ、ちょっと足の違和感でっていうさ、そういうとこあったじゃないですか。まあ、そのままちょっと開幕迎えたっていうところがあったと思うんですよね。 まあ、その影響で、ね、まあちょっと今まで不審だったのかなっていう思いも僕はちょっとありますかなと。それでまあ不審のまましばらくやっていて、まあホームランとかは出ていたんですけども、そして打点も現在チームの中でトップですから、打率的には低いけどなんかここぞの一本とかは出ていたなっていうふうに僕は見てたんですけどもね。まあちょっと打率の面でもミートの面でもちょっと厳しかったですね。えー、この山口選手もチームの手法として、手法が欠けるっていうのはもうどのチームでも痛いことですからね、これ。まあでも山口選手に関してはそこまで、怪我 はひどくないというところで2週間ぐらい経ったら戻ってくるんじゃないかなっていう風に言われてるんでね例を出して悪いですけども高部選手のようにまた延長とかねそういうことしないことを祈るのみなんですけれどもはいまあ山口選手に関してもゆっくり治してもらってまあそれプラス状態上げて帰ってきてほしいですねぐっさんに関してはもう高部選手に関してはもう 一年間状態いいから、まあ、すごい一年間戦い抜く能力っていうのもあるしあ、山口選手に関してはやっぱりホームランが魅力の選手なんでね、そのホームランを打てる、そ弾道が上がってきたっていうところになったらね、ちょっと帰ってき帰ってほしいなと思っております。はいまあ、そこまでしっかり調整してもらって、本当に万全の状態で二人とも戻ってきてください。小木野選手も同様です。えというところで、えー、千葉の手マリンズ現在、小木野、高部、山口と、もチームの柱3人がちょっと離脱中というところで非常に厳しい戦いにはなっていくと思いますが、 ね、もうこのメンバーで戦っていくしかないので、まあ、我々ファンもしっかり、えー、そのそれを理解して応援していきたいなと思います。戻ってきたら戻ってきたで、えー、またねチームの一員として戦ってくれることをお祈りしてますんで、えー、とにかく試合のことは考えずに、怪我を治すことだけを考えてね、頑張ってください。我々も応援の方を頑張らせてもらって、選手たちもしっかりと大木の選手、高部選手、山口選手の分まで戦ってくれると思いますんで、それを僕らは全力でサポートいたします。ということで、大木の、高部。